接触確認まだの相談者の方っていらっしゃらないですか？あ、なんか今日はなんかすごい皆さんすごいおしゃべりでお話しされてるんですよ。いつも結構すごいシーンとしてるんですよ。なんか自分がやるコミュニティのイベントってなんか皆さんシーンとする傾向にあるんですけど、今日はなんか皆さん話してきてて、もうすぐ始まる時間ですけれども、オンラインアンケートが面白かったらぜひ回答を。今56名なので半分ぐらいの方が入れていただけたのかなと思ってます。これが100ぐらいまで伸びるこの余地があるので、皆さんぜひ、あとあの一言でも二言でもとか含めて、あのもしなんか登壇者の方とか、そういうベンダーさんに対してなんか質問とか要望とかでもあるのか、どんなことでも良いので、これ誰だって特定できないせっかくの機会で、しかもここに書いたことは各ベンダーさんも無視はできないはずっていうところなので、時間がすごいです。素敵な綺麗なオフィスなので、皆さんどうも写真、あのウィンガークさん、あの写真撮るのも全然自由なので、どんどんあのツイートなりして SNS 拡散していただけると、運営側としてもあのまたこういう素敵な会場でイベントができるっていうところで嬉しいので、どんどんツイートしていただけるとすごく嬉しいです。今だと多分10人ぐらいが、今日登壇するチーズさんが一人で多分半分ぐらい稼いでツイートしてくれてるような状況なので、じゃあ時間なのでもうそろそろ始めましょうか。はい、ちょっと自分のところはパパッと済ませていこうかなと思います、これ中身が間違ってなければ大丈夫です。でこれが映るタイミングが大体こういうコミュニティって言うんですね。これ映るの最初だけですよみたいな形で、なんでこれ今ツイートするなら今ですよって言うんですけど、この形と同じなので、皆さんここ全然あのスマホ構えてないのがちょっとやばいみたいな感じですね。ぜひお願いします。でも時間がないので、まずちょっとここが一番今回重要なところですかね。2000名達成しました。まだちょうど8月ちょうど1年ぐらい、ありがとうございます。本当はこう2000ってタイミングで取りたかったんですけど、気づいたらもうちょっと遅かったんですよ。ちょっと嬉しいです。で、おかげさまで全国で立ち上がって、で他にもいくつかの県からちょっと声が上がってるっていうところもあるので、今後また全国展開についていろいろやっていこうと思っています。
で、上メンバーはこういうメンバーがやってます。期末のタイミングだったり、風邪をひいたり、花粉症なのかわからないし、来れない方も多いんですけど、少ないメンバーで頑張ってます。こういう講師陣もついてますという、こんな感じです。で、最初はじゃあここら辺だけ、今回初めてこのアルテコミュニティに参加された方、もう一度、半分ぐらいはいらっしゃいますね。なので、なんでこのコミュニティ立ち上げたのかって、結構いろんなところで賛否両論あるんですけれども、やっぱりコミュニティで学ぶっていうところが、結論から言うと、本当の業界での働き方改革じゃないですけど、やっぱり企業さんがやる、曖昧じゃない、営業目的だったりとか、曖昧なネットの情報とか、そういうようなところではなくて、本当にリアルな皆さんの声を集めて、皆さん楽しく交流しながら学びたい。それができるのは、やっぱりこういうふうな形のコミュニティしかないというところです。なので、どのベンダーさんとかどの企業さんをしているわけでもないです。で、コミュニティの協力でこういうふうなトースマップも作ったりとか、これは資料公開するので、特にどんどん進んでしまいます。あとはこの、わかりますよね、ずっと右上に、しつこいぐらいに全部のスライドにハッシュタグがついているのは意味わかりますよね。ツイートしてくださいってことですよね。で、いくつかスポンサーさんのところだけ。でサポートパートナーとして結構いろんな提供、こういう T シャツとかも登壇者が得ることのできるこの裏にナンバリングがあるこの世に一つしかないっていうような T シャツもを出してくれてるアルペダンさんで、デジタルワールドこれ6月7日にお台場で、お台場じゃないですよ、前はお台場でした、今回国際フォーラムでやるんですよ。これ行く方、3割ぐらい、じゃあ7割よろしくお願いします。これ、ですね、こう書いてあるの分かりますかね、この RPLT、その中で枠もらっちゃいました。枠もらったんですけど、今回初めて終わった後にパーティーやるらしいんですね。懇親会という形で。そのパーティーの中で、実はこれロボットコンテストもやります。企業さん対抗のロボットコンテストと個人の対抗のロボットコンテスト。で、そのロボコン、個人のところなんか皆さん、この RPA コミュニティなんかすごい参加された方、参加したい方いっぱいいらっしゃると思うので、ぜひ、お願いします。プラス、パーティータイムの中では、LT 枠も取ってますので、だいたい4、5人ぐらい、このデジタルワールドで LT、大爆笑の LT したいっていう方は、ぜひちょっと名乗り上げていただけると嬉しいです。で、あと、せっかくのそのサポートパートナーさんなので、わかりますかね、これ、さっきも何度もTwitter、ツイートしていただいて、ぜひこの RT バンクをフォローしていただけると、また運営メンバーとしてもすごく嬉しいので、もうフォローしてる方、あれ意外といらっしゃるんですよ、2割ぐらい。じゃあ、今回じゃあ80人ぐらい増えるってことで。でも私はフォローしなくても大丈夫なので。あとです、これも大事です。こういうのを写真撮るチャンスなんですけど、皆さん大丈夫です。スマホを構えてるので。もうスポンサーさん、本当に大事なんですよ。これコミュニティのイベント、無償でやって、こういうふうに有名できてるのを、いろんなスポンサーさんがいていただけるおかげですね。このおしゃれな、ウィングアークさんの会場、ぜひここを撮って、すごいおしゃれだとか、多分エレベーター上がるところから皆さんワクワクしたんじゃないかと思うんですけれども。で、これ出て右側の方行ったら、隣のそこの壁を撮って、向こうを見ると、じゃあ東京タワーがすごい綺麗に見えたりするはずなんですよね。見えますよね。はい。あとは、懇親会のスポンサーさん。RPA って直のところじゃないですか、AI の業界からのデータロボットさんが名乗り上げていただきました。なので皆さんが今こうやってウェルカムドリンクで後でちゃんと懇親会でのビールが飲めるのはデータロボットさんのおかげですという形で、これはもう本当に1人に2、3個、10個くらいつぶやいてもいいぐらいだと思います。なのでよろしくお願いします。で、目的はとかという形を毎回いつも喋ってるんですけれども、結構こういうところからもう良いかなと。結局 RPA の目的って、幸せな人生を送るために RPA をやりましょうってことを言ってます。ていうか、ただこのコミュニティはですね、ここに大体あるんですけど、これ毎回出してますけれども、全然RPA にたどり着かなくても、幸せになれば全然 OK です。私も RPA のツール、結構ほとんど触っていますけれども、別に RPA 全然好きでも何でもないです。自分個人的には、プログラミングとか、IoT とかのが好きなぐらいなので、なんですけど、結局やっぱり、皆さんすぐ RPA ってやろうとするんですけど、結構お高いですよねっていうのがありますよね。なので、まずちゃんと皆さんこう考えて、お金があるとか RPA やりたいって言いたい人はいいかもしれないですけど、他にもやることたくさんありますよね。一番右下までたどり着いたら RPA やってもいいんじゃないですか。あとはスモールスタートの、クラウド型の
RPA の格安で始めるところもあるかもしれないですけど、まあ、こういうようなことは皆さん考えながらやりましょうというようなことを言ってます。で、これは後でスライドを共有するのでそれを見ていただければと思うんですけれども、どうせやるんだったら働き方改革全般的ぐらいに RPA にとどまらないようなコミュニティと考えています。なのでそういうふうな意識で皆さん今後取り組んでいきましょうと。ここですね、最終的に皆さんが幸せにつながるならそれが正解だというような形なので、ここにも書いてあるんですけども、やっぱり削減できるのが人の手間とか作業時間、だその削減削減とかではなくて、それの中の幸せとか充実とか仲間とかお客さんとか自分とか家族のための幸せを増やすために、こういうシステム化とか業務改善とかそういうのを取り組みましょうという思いを忘れずに、皆さんでこういうふうなコミュニティで学んで取り組みましょう。なので RPA を学ぶことも大事なんですけど、 RPA をやらないって選択、それも幸せにつながるんだったら大事だと思います。 RPA やって結局幸せになっても意味がないんですからね。なのでこういうコミュニティなんで、皆さんもこうなんでいろんなコミュニケーションを取りながら、皆さんの成功した情報、失敗した情報も共有し合いながら皆さんに楽しんでいきましょうという以上になります。で、今回はですね、早速今日のタイムスケジュールから、まずはですね、このような感じになってます。皆さん大体こういうのって運営のメンバーでスライドにこれ入れるんですね、タイムテーブルとか。今時だったらコンパスを見せれば一発で済むので、これは業務改善なんですね、はい、なので最初はこう、懇親会じゃなくて会場のスポンサーのウィングワークの YOSHIKI さんから始まって、こういう流れになっています。で、皆さんこの間に Twitter とかどんどんつぶやいていただいたり、なんか言いたいことがあるとかだったら、さっきのアンケートをどんどん入れていただければまた盛り上がるかと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ最初に YOSHIKI さんからお願いします。はい、それでは、すみません、私が一発目で恐縮なんですけれども、一発目の LT をさせていただきたいと思います。アンケート、プロジェクトということで、私、YOSHIKI と言います。33歳で、ウィングワークパースで、可視化ツールとしてとか、IoT 系のスタッフやってますけど、RPA 全然初心者なんですけれども、本当は今日スポンサーを提供してたのが、私の上司になった方で、ちょっとぎっくり腰で、先週からちょっと休んでるので、しょうがないじゃないですね。今日登壇することになりました。普段はこんなのところに生息しています。よろしくお願いします。うちの会社なんですけど、ソフトウェアを売ってる会社で、まあ、BI の可視化ツールとか、あと帳票を出したり保管したりするツールをやっています。まあ、そのため、毎月セミナーをいっぱいやってるんですね。ハンズオンとか、製品紹介とか、トレーニングとか、まあ、はたまた年長交代とか、事例紹介とか、まあ、いろいろあって、例えば4月だけでも22のセミナーがあって、まあ、その都度もちろんお客さんの声大事にしたいので、アンケートを取ってますと。まあ、仕分けがマジで大変ですか。具体的にはマーケティング部と、あとうちの営業なんですけども、営業部で協力して、役割分担してるんですけども、まあ、月の例えば4月だと22回開催しますと、まあ、大体1セミナーに大体平均20人。ざっくり来ていただけますか。でアンケート入力は1人当たり1本として、であとはCSV 加工作業が、まあ、大体1セミナーあたりの量になりますと、まあ、CSV にするのはあとで可視化ツールと可視化するものですね。でそうすると、まあ、ざっくり、まあ、計算すると大体月770分の時間がかかっていますと。でなんとかならないかなと思って、まあ、AI を使おうと思って、やっていますと。うちの製品で SPA という製品を使います。 SPA ですね、ご存知の方っていらっしゃいますか。 0.5 割ぐらい。ありがとうございます。後ろにパンフレットとかあるので、もし興味あれば、これ自体は電子文書の保管したり管理したりすることのできるソフトで、PDF とかあとオフィス文書とかもできるんですけども、当然みんなまだ紙で持ってるっていう人多いと思うので、紙から取り込めるんですけども、その時にオシェアができます。アンケートも実はオシェアできるんですね。
最近あのこの機能あのかなり力入れてまして、4つあのオシャレエンジンを対応しています。でこ の, あの左から2番目のウィングアップデータキャプチャーっていうのだけがあのうちであの自社開発しているオシャレエンジン で、まあ、あのアンケートチェックボックスするですね、こうテストに出るかもしれないです。であとは、まあ、アビー の, あのエンジンだったりとか手書きとかインクリードとかもしかしたら聞いたことがある方結構有名なあのワークマンさんで、あの OCR、AI OCR と呼ばれている領域の、エンジンを開発している会社さん。あの全部対応してます。あの、なんだろう。A4 の紙があったとしたら、そのフィールド項目ごとに、どのエンジンを使うかっていうのを切り替えたりすることができるのが、SPA の最大の、利点です。で、まあ、具体的には、まあ、ちょっと左上潰れちゃってるんですけども、あのうち の, あのボードで、ここからあのお客さんの情報を管理して、あの名前入りのアンケートを出せるようにしてあります。でこれを、受講者にあの配布して記入してもらうと。で、そうしましたら、ここで、複合機使ってスキャンするんですけども、複合機の、格納先って、ファイルサーバーに行きますので、まあ、そこを監視することができるんですね、SPA って。監視したら、勝手にあのデジタル化して、でそれを、OCR 解析して、最後ですね、何もあの仕分けをすることなく、まあ、どういう結果だったよ、まあ、大体平均で 4.28 点、4.38 点ですね、5段階で、そんな、ことが、まあ、自動でできるようになりましたと。で、まあ、あのちょっとしたエッセンスとしては、QR コードの読み取りも同時に SP 対応してますので、ここに、まあ、あの入れておくと、これあの普通の QR で大丈夫ですけど、入れておくと、まあ、そのままその情報も追加すると。ということで、具体的にはどうなったかというと、月に770分ぐらいの、まあ、22のセミナーで時間がかかっていたのが、スキャナーに取り込み作業のみ、まあ、15分になりました。ということで、まあ、あのもしよければ、まあ、SPA という製品があの活用できるんじゃないかなということで、今日はあの紹介させていただきました。ということで、私のエンジンは終わりでございます。めでたし、めでたし。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりあの使い方改革4回でも経営者があるので、まあ、あの BI ツールのこと面白いことかなと思ったら AI なんですね。モーションボードを知ってる方、モーションボードは、ありがとうございます。次は今年のエニウェア、会場来たことある方って結構いらっしゃいますよ。あ、テレビもあれですね。実はこれ昨日もここでやってます。あと第2回3回とかもアルコミュニティってウィングアークさんやったんですね。すみません。じゃああのベンダーさんのセミナーが10分になりますので、で9分でタイマーを鳴らして10分で。ちょっとだけお願いしますぐらいなんで、はい、はい、お願いします。ではよろしくお願いいたします。オートメーションエニウェアの杉原と申します。まあ、10分しかないんですけど、ちょっとビデオを流したいと思ってます。というわけでですね、あの今日は少しあの、いろんな、まあ、機能をですね、まあ、盛りだくさんでちょっと見ていただこうと思います。ちょっとデモンストレーションなんかも、盛り込んでいきたいと思っております。多分オートメーションエンジニアという RPA をですね、まだ触られたことがない方っていうのは結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひあの分かりやすく説明できればと思っております。今日のアジェンダこんな形でお送りしたいと思います。まずはあのオートメーションエンジニアについてですね、あの我々サンノゼで2003年にまあ創業しております。ですのでまあ15年16年ぐらい、まあ AI RPA ということに関してまあ専門的に開発をしている会社です。
で、ただ日本法人は昨年作ったばかりですので、まだ1年ということで、まだまだ馴染みが薄いんではないかなと思っております。ただグローバルではシェア1位を持っておりまして、1600社以上のお客様で使っていただいたり、従業員も実はグローバルで1400名以上おります。で、60万以上のロボットを実際に稼働させているという実績がございます。我々のビジョンはですね、人からロボット的な作業を取り除いて、人のような知性をロボットに持たせて、人の知力でより大きなことを成し遂げられるようにする、こういうコンセプトでやっております。実際グローバルではこういったお客様で使っていただいております。国内でももう150社以上のお客様で実は使っていただいているという製品になります。我々のビジョンはですね、実際普通の従業員を考えたときに、従業員って結局実行して、ただ実行するだけじゃなくて、考えながら、分析しながら、もちろん休憩取りながらやっております。我々エンタープライズの RPA をもちろんコアにはしているんですけれども、人が考える代わりに、AI の OCR を標準機能として持たせていたり、やった仕事を分析する BI の機能なんかも持たせています。こういったことが、24時間365日働ける、デジタルの従業員を提供しているベンダーというふうに思っていただければと思います。で、なぜオートメーションエニウェアかと言いますと、もちろん今お話ししたようにですね、エンタープライズグレードの RPA というものをコアにしておりますが、IQBot という AI の OCR 機能、それからビジネス分析をするボットインサイトというですね、やった仕事をダッシュボードで分析できるような機能を持たせています。あとロボットに AI を持っていて、オブジェクトを逃しづらいような機能があったりというところもあります。で、今日はですね、初めての方も多いと思いますので、ちょっと3つだけ覚えて帰っていただきたいと思っております。ミッションクリティカルの RPA を多分これからいろんな企業で導入されていくと思います。そんな時にですね、まずエンドユーザー機能、とにかく作りやすくてですね、デバッグしやすい、簡単に触れる RPA というのがコンセプトです。あとセキュリティです。ID パスワードを使ってロボットはログインしていきますので、ここをしっかり守れるようなセキュリティがあったり、あとスケーラビリティで本当に大きく拡張していく時に対応しているような製品になっています。エンドユーザー機能はこの後実際ちょっとデモを見ていただこうと思います。本当にデバッグしやすくてですね、コマンド積み重ねるだけでできるようなもの、あといろんなアプリケーションストアがあって、ダウンロードするだけで使えるようなものがあったりします。で、セキュリティは銀行で使えるレベルの高い、セキュリティを持っています。ここも少し後ほどご説明したいと思います。あとはスケールするようにですね、100台200台のロボットが同時に稼働できる、最大でですね AT&T さんは5000台以上のロボットを同時に動かしているというような製品になっています。今 RPA 皆さん多分作られている方が多いかと思うんですけれども、いろんな困ることがあるんじゃないかなと思います。複雑になってくるとですね、エラーハンドリングができなくて困っていると。特にほとんどのメーカーというのはフローチャート型なので、フローチャートの中でですね、どこで問題があったのか、何やってるロジックだったのかってすごく分かりづらいんですけれども、我々実はすごく簡単にですね、コマンドがずらっと並んでいて、すぐ分かるような仕組みになっています。ちょっと実際に見ていただきたいと思います。実際ちょっと作ってみます。スマートレコーダーというものを立ち上げて、例えば何かウェブサイト、Chrome を選択します。で、ここでいろんな操作をしていきます。例えばここで経済というのをクリックしたりですね。そういった操作を実は全部今これ録画して覚えてくれているんですね。ここをクリックしますよとかですね。それからここをクリックしますとか。これで停止とやってやりましょうか。で、ちょっとテストと言ってロボットを保存しますと、実は我々こんな形でコマンドがずらーっと並んでいくようなタイプです。で、クリックしたところ、どこをクリックしたかっていうのが分かるようになっていたりします。すごく細かいんですけれども、HTML のタグだけじゃなくてですね、 XML の深いところの XPath も全部自動でワンクリックで取ってきちゃいます。これ例えば他のベンダーさんだと、なんとかエクスプローラーで XML 探さないと拾えなかったりするのも全部ワンクリックで取れますので、ほとんどのウェブサイト、非常にセキュリティ高いサイトも失敗しづらくなってたりします。で、あとエラーハンドリングコマンドというのがあってですね、エラーが起きたら、スナップショットを撮るとか、メールで送ってくれるよとか、そういう機能を持たせておいて、これドラッグ&ドロップで好きなポイントから好きなポイントまでこれ、エラーハンドリングしますよって仕掛けておけば、その中で、何か起きたら全部そこでちゃんとスナップショットを送ってきてくれたりします。デバッグモードにしたらワンステップずつですね、デバッグしながらこう見たりとか、これ100行200行とか増えていってもですね、非常に分かりやすいような製品になってます。変数見ながらデバッグできるような機能になってます。100行200行になってくると、多分フローチャート型だとどこで何やってるのか分かんなくなってしまうんですけれども、一覧で見ればですね、どこで何やってるかっていうのが分かるような仕組みになっていると
まあ、ちょっと簡単ではありますけれども、そんな製品になっています。あと、つかめないオブジェクトとか、アプリ側、ウェブ側の仕様が変わると結構止まってしまうことも多いと思います。我々最新機能ではですね、まあ、ちょっと AI 使って、例えば名前と電話番号を登録するアプリケーションが変わってしまったとかですね、先ほどみたいにですね、まあ、ワンクリックでオブジェクトの関連性とか画像とかいろんな情報を組み合わせて覚えていますので、例えば UI が変更しても、ある程度自動で追随してくれるような機能があったりしています。あと、実際にですね、まあ、作業する人からヒアリングして、仕様書作るの大変だっていう、そんな声もよくあると思います。我々自動でこうドキュメント作るツールがありまして、ちょっとオペレーターさんにですね、私こうやってウェブサイト開いてこうやってコピーペーストしてますっていうのを全部録画してマニュアルみたいにスクリーンショットを撮ってですね、コメントが全部何したかって残るようなドキュメント作成ツールがあるので、まあ、これ見ながらロボットを作っていただければ簡単にロボットが作れたりします。あとやっぱ汎用的な、まあ、ロボットを作るときにですね、うちもボットストアというものにアクセスしていただけると、今ボットストアちゃんとやってる会社2社ぐらいなんですけれども、数は3倍ぐらい多分多いんじゃないかなと思います。これもですね、実際に見てみると、こういうボットストアというところに行くとですね、もういろんなアプリがあります。例えば SAP で検索すると SAP の対応したアプリがいっぱいあったり、 Salesforce でやると、まあ、見積もり作るとかですね、リードを作るとか、こんなアプリが無料で全部ダウンロードできちゃいますので、こういったものを使えばですね、例えばこんなロボット作りたいですと、いろんなシステムにログインしていろんなデータ集めてきてと、これ作るの結構大変ですけど、ボットストアに全部あるので、それダウンロードしてきてつなげるだけで、セールスフォースもゼンデスクもサービスナウもワトソンもつな、まあ、いだロボットができると、まあ、その辺も特徴になっています。あとボット開発でですね、ロールバックして、大変だっていう時なんかは、実は、サーバーでバージョン管理しっかりしてますから、戻したりだとか、その辺も実は簡単にできたりするという機能なんかもあったりします。あとクリティカルなシステムで ID、パスワード、これ管理結構大変だと思うんですけれども、うちはですね、ちょっとクレデンシャルボルトというユニークな機能がありまして、サーバーの中にですね、ID、パスワードを格納しておけるようなロッカーがありまして、そこで実際に ID、パスワード、まあ、本当に権限持っている人に入れておいてもらいます。で、開発者はパラメーターを引用するだけで作れますので、平文でですね、ロボットの中に ID、パスワード打ったり、どっか他のところに置いておいたりとかですね、そんなことは一切する必要がないというようなものがあったりはします。はい、だんだん止められない重要な業務で使い始めたときに、我々は本当にスモールでも始められるんですけれども、スケーラビリティが非常にありますので、先ほど言いましたように同時に5000台のロボットを動かしているお客様もあったりします。本当にディザスターリカバリーとかアクティブアクティブの構成とかもライセンス体系も含めてもう出来上がっていますので、だんだん本当に止められない重要な業務で使い始めたら使っていただけるんじゃないかなと思います。で、今日はちょっと10分間しかないので、本当にエッセンスだけです。こうやって皆様の、RPA を成功させるためにですね、我々実はもう1年なんですけれども、日本で80名以上の体制を今取っておりますので、カスタマーサポートとかですね、カスタマーサクセスマネージャーとか、プロフェッショナルサービスチームも今すべて日本で日本語のサポートができるような体制を取っておりますので、もし、興味がございましたらですね、我々3名、私、杉原なんですが、マサイと井上が今後ろにスーツ着たものがおりますので、ぜひ声をかけていただいてですね、何か聞きたいことがあれば、その場でどんどん聞いていただければというふうに思っております。ちょうど10分経ったようですので、ここまでという形にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ただ久しく時間通りに終わった ATS を久しぶりに来ましたので、はい、素晴らしいです。これはイメージアップで間違いなしだと思います。よろしくお願いいたします。次、LT ですね。ちなみに徳光エンジニアさんは来月地方でも広島、福岡、大阪ってやるところもセミナー登壇いただけるので、今のでちょっと魅力を感じた方は、まあ、近いので広島でも福岡でもちょっと来ていただけると嬉しいです。はい、皆さん新宿これから来てくれることですね。はい、ちなみに広島、福岡、大阪どれか私行きますよという方、お一人でも二人でもいいです。びっくりしました。じゃあお願いします。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。1番目ということで、RPA しくじり先生の弟子が現場を語る法則時間のインジャネハイブリッド RPA、これをご紹介したいなと思います。
まず簡単に自己紹介なんですけども、そしてですね、ディープ株式会社でこの下の31階の、まあ、会社で働いているんです。現在は、まあ、ディープ AI ラボとロボティクスというところをマネージャーしていて、まあ、UI、UX を考える専門家という資格を持っています。で簡単に経歴をご説明しますと、まあ、PHP、バッシュとかのプログラマーをやっていて、あとインフラを次にやって、その後アプリ開発をやって、でその後は UI、UX ディレクターや新規事業の立ち上げをやっているので、まあ、開発が企画前に一通りやっているような、そんな人間になっていきます。で、RPA しくじり先生の弟子と書いておりますが、まあ、師匠はこの方ですね。あの本見たことある方も多いかと思うんですけど、まあ、神道の下でやっている人間です。まあ、リップさんですけども、まあ、おなじみのこのバイトルというアプリをやっている会社です。で、これ以外には、まあ、人工知能に、失礼しました。人工知能のニュースメディア AI Now というメディアもやっております。で、僕らはですね、まあ、こういったディップロボティクスという、まあ、RPA の全社横断組織を立ち上げて RPA の推進を、まあ、会社でやっています。で、僕らのポリシーとしてはですね、Excel を触るレベルの、まあ、UI は絶対まあ必要だ、ね。まあ、それ簡単にやりたいなと思っていて、で業務が楽になるなら、まあ、手段はどんなものでもいいなというポリシーを持ってやっております。はい、これまず金額なんですが、これですね、まあ、1億8000万円ということで、これ何かと言いますとですね、これがちょうど9月ぐらいからやっていた RPA による削減の公開になっています。約6万時間の削減がまあできたというのが、ちょうど3月での成果になっています。でこの内訳なんですけども、まあ、ロボットだけかというとそういうことでもなくてですね、80% はロボだけじゃなくてですね、ロボと ASP を使ったサービス組み合わせによって削減の方をうまくやってきたという事例になっています。で、僕ら考えているのは、ロボットはバンスポーかなという考え方をしてよく進めています。まあ、怪我が治ったら外してもいいのかな、そんな考えをしていて、まあ、応急処置に使うぐらいちょうどいいと思っております。で、まあ、今日しくじりもちょっとお話しするんですけども、ロボットを結構たくさん試してみたんですよね。で、その結果ですね、なかなか教育のコストがかかったのと運用のリスクが高くてですね、なかなかうちの業務ヒットしなくてですね、そこで試行錯誤した結果、まあ、こんなやり方良かったという話をしたいなと思います。で、まあ、単体で導入して失敗したこと、まあ、大きく5つぐらいありました。まあ、なかなかこの削減の効果を大きく見せづらかったところ、結構個人の業務に依存しているところ多くてですね、それが苦戦したところ、あとは環境変化に弱い、結構うちのサイトが重いんですよ、遅くてロボットでこう作ったんですけど、レスポンスのページが返ってこないとか、そもそもそういう問題があったりするんでしょう、はい、他には、コストの時間かかるとか、まあ、こういったものがありました。まあ、そこでこういったハイブリッド RPA というものを考えたというのが今日のお話したいことです。簡単に図を書いています。まあ、こういった取引先登録の Excel を書いてそれを PDF にして承認もらって回すのがよくある業務なんですけども、これを、まあ、今回僕らの RPA としてはそもそもこういった ASP を使ってしまって業務を一気に省いて、その後はロボット2台を使う、そんなやり方をやりました。で、このロボットは、まあ、今回僕らが採用しているのは、この後あるロボットクラウドのご紹介になりますけど、これと、コビットと、まあ、ロケットマウスというツール、まあ、これらを使って実現をしてみました。で、僕らはですね、やってみて分かったことは、まずは業務断捨離をしましょう。で、ロボットありきじゃないやり方を見直していくのは結構いいのかなと思いました。で、とにかく楽しさを感じてもらう。先ほどミツさんのお話になったと思うんですけども、まあ、楽しくやって働き方改革につながっていく。で、作るのは苦痛じゃない方がいいのかなと思っております。はい、以上になります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。一番近いところから今日いらっしゃる。そうですね、今週の金曜日アルペコミケの女子部ってのがありまして、そこはZIPさん会場でやらせていただくので、皆さん、って言っても女子部なのでほとんどのおじさん方は参加できないんですけど、そちらの方は道迷わず来れるかと思いますので、ぜひ参加をお願いします。で、次が、あ、K さん、はい。